皆さんご機嫌いかがですか？はやぶさのひかるです。今日は、ちょっとやってみたいことがありましてね、料理をしてみたいと思います。お料理動画を、この自分がやっていきますから、どうなるかわかりません。見てってください。最後までよろしくお願いします。さあ早速ですけれども、やっていきたいと思います。何を作るかと言いますとね、今日焼きそばをやろうと思います。焼きそば、簡単らしいんですけど、何せ普段料理しないのでどうなるか分かりません。ここは、うちのおばのお家を今日は借りてます。はい、途中ねちょっと教えてもらいながらやっていこうと思ってますので、見守っててくださいね。もう焼きそばの準備はしてますから、やっていきます。まずはキャベツを切りますね。キャベツを切ります。いいよ、半分切りました。ではこれもまた半分に切ります。とにかく切るんですよ。ざるに入れます。はい、入れました。次玉ねぎ、これも入れます。玉ねぎも入れます。いいんだよね、どんな形でもね。続いては人参です。人参も皮を剥いて、よいしょ、半分に切ります。よいしょ、よし、やっぱね、お野菜をねいっぱい食べた方がいいので、ちょっと焼きそばにね、今日お野菜いっぱい入れようと思って、はい、野菜ができました。したらお肉ですね。次はお肉を切ります。フライパンに火をつけたので油を入れていきます。よいしょ、こんだな。はい、 OK。 そしたらお肉を、私が切ったお肉を炒めます。いやー、ジュージューいってます。肉が焼けたら、ね、さあ、じゃあね、お野菜入れちゃいます。お野菜炒めてます。もやし入れまーす。これは3人前ぐらいあるんだそうです。お、もこちゃんが来ました。これもこちゃんです。今焼きそば作ってんだから降りてった。じゃあ少し塩コショウ入れます。このまま、うわっ、いやー、ソースの素を入れます。
いい匂いがしてきました。やっぱ焼きそばなので、さすが、たまにね食べたくなりますね。ソースの素入れましたので混ぜていきますよ。ソースを足します。はい、どうでしょうか。試食したいと思います。そばこれで覚えましたから、もんできます一人で、うん、ごちそうさまでした。ということで今日は焼きそばを作ってみました。まあ初めてにしてはまあまあだったかなと思います。楽しいですね。今度はもっとスムーズに作れるかと思います。はい、今日も見ていただいてありがとうございました。ではまたね。